手を組んで後ろ盾を得られねえ確信してたんだが、おかげでうまくことが運びそうだ。お前たちの首を手土産にな。高すぎ。言ったはずだ。俺はただ壊すだけだ。この腐った世界を。 バンサイ殿、我らは桂と九段の侍の首がもらえると聞いて。バンサイ殿、ちょっと聞いてんの。バンサイ殿、聞いてるでござる。これね、今江戸で一応しの寺門。そっちじゃなくてこっちの話。何こいつ、なんでこんなやつを交渉に起こしたわけ。心配いりませぬ。大方桂が連れてきた雑魚でござる。 すぐに刀が着きますよ。おお、邪魔だ邪魔だ。よろずや銀ちゃんがお通りで。ちちち、元気いいなおめえらよ。あれは間違いない、あの時の侍。どけ、俺は今虫の居所が悪いんだ。桂さん、怖っ。 よーずら、どうしたその頭、失恋でもしたか。黙れ、イメチェンだ。貴様こそどうしたその鳴りは爆撃でもされたか。黙っとけやイメチェンだ。どんなイメチェンだ。桂さん、ご指示を。引くぞ。紅桜は殲滅した。もうこの船に用はない。後方に船が来ている。急げ。そうするのか。全員のクラス刈り取れ。 世の中というのはなかなか思い通りにはいかぬものだな。国どころか友一人変えることもままならぬわ。ズラ、 お前に友達なんていたのか。そいつは勘違いだ。切り殺されたいのか貴様は。銀崎。 お前は変わってくれるなよ。お前を切るのは骨がいりそうだ。真っ平ごめん、こむる。ズラ、お前が変わった時は俺が真っ先に叩き切ったな。任せねえ。そういうことだ。俺たちは強いやつだ時は仲間も草も関係ねえ。全力で てめえをぶった切る。せいぜい街でばったり会わねえよ。気をつけるこった。あっ、さらば。逃がすな。撃て撃て。用意周到な子ってルパンか。お前はルパンじゃない。ズラだ。あ、間違えた。カツラだ。伊達に今まで新選組の追跡をかわしてきたわけではない。しかし、
まさか奴のまだこいつを持っていたとはな。始まりはみんな同じだった。なのに随分と遠くへ離れてしまったものだな。ギントキ、お前も覚えているか、こいつを。ああ、ラーメンこぼし